内輪豆が。はい、今日は、はい、何するんですかこれ。お菓子というかおやつというか、はい、リンゴといえばアップルパイ。ペンがあるじゃないですか、ペンが。ペン、はい、アポペン、はい、いやいやいや、リンゴ飴です。リンゴ飴、はい、リンゴ飴をちょっと作ろうかな。おお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 、はい、イエーイ、リンゴ飴作ります、はい、本当はですね、はい、この家なんか姫リンゴみたいな小さいリンゴが鳴ってたんですよ、はい、で秋ぐらいに食えるのかなと思って待ってたら、はい、腐ってなくなっちゃいました、ね、ということで普通の大きいリンゴを使ってリンゴ飴を作っていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。まずは、砂糖を溶かします、はい、砂糖皮とか剥かなくていいんですか。皮剥かなくていいです。洗います。はい、洗ってしっかり水気を取ってください。砂糖は大体で、そして今日は食紅を3種類買ってきていますので、はい、ちょっといろんな色ができたらなと思っております。RGB で RGB、 おー、よくご存知で、 E がないけどイエローで Y だ。 RGY で、はいはい、で一番最初は、はい、普通のリンゴの赤ですね、はい、よく屋台で見るやつですね。はいはい、どのぐらいでいいのかな。どれぐらいと思います。水調べればいい話ですけど、砂糖何グラムなんですかこれ。うん、グラムぐらいです。グラニュー糖200グラム足して水80グラムぐらいだから、はい、大体でいいです。赤っ、はい、うわ、赤いっすよ、めっちゃ赤いっすよ。水入れすぎたかな。体に美味しそう、はい、体に良くないやつって大概うまいんですよね。はしご、はい、刺します。はい、あ、中身って取らないですね。これはもう取らないです。うーん、取れないです。俺意外にあの、はい、屋台とかでリンゴ飴食ったことないです。あ、そうですか、はい、1回だけしかないですか。うん、俺なかなかそういうお祭りとか行かなかった。行かなかった。ちょっとここに垂らしてみてください。行かなかったぜなんて。はい、固まるかな。お、固まりました。いや、固まらんですね。結構ジャリジャリではありますね。あ、そうですか、はい、火が足りない。でもあんまり強くすると焦げそうですね。焦げちゃいますね、うん、じゃあ、はい、止めてこれを、はい、つけましょう。はい、いいですか。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、豆乳、ダラ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 、生だら、生だら、懐かしい。ドバーってかけるんじゃないですね。まとわせるんですね。かけてもいいんだと思うんですけど、やばいやばい、めっちゃ分厚くなってきた。下に足りない。そっか、リンゴが冷たいからすぐ固まっていくのか。かけます、かけます。これはね、左官屋さんが必要。全然ダメですね。あのかまど作った時の、はい、あのセメントの感じに。ジャリジャリ、まだ粒も残ってるね。でもなんかジャリジャリしてますよ。じゃあこれはまあね、こういう砂糖菓子ができたということで。これはこれですね。はい、はい、気を取り直して、はい、ちゃんと測ってですね、はい、100g に対して、はい、40cc、 はい、はい、40cc、 先に混ぜようかな、どっちがいいかな。今回は緑でいきたいと思います、はい、で、じゃあばーん、わーおー、わーおー、わー、食べ物じゃないみたいな色になったよ。で、さっきのちょっと失敗の原因が、はい、煮立たせ始めたら混ぜないでくださいって書いてありました、はい、なるほど、めっちゃ混ぜてたんで、はい、ザラザラになっちゃったみたいで、これで中火。でも、なんか混ぜないと怖いですよ、うん、焦げついてるんですね。うーん、何なんですかね。うーん、混ぜたくなる。ついつい癖で動かしたくなる。混ぜたくなるな。え、これをあとかけるんですか。まとわせるんですか。まとわせるんです。素早くまとわせるらしいです。はい、じゃあ、はい、気を取り直して、はい、かけていきましょうか、これ、はい、多分もういいでしょう、はい、はい、なんかいい感じになってることでしょう、はい、超人ハルク、いきます。はい、ハルクをかけます。はい、うーん、うわー、大丈夫かこれ。
これはいけてるんですかね、どっちなんですかね、わかんない。あ、固まってる。あ、もうダメ、粘り気がすごい、はい、まあ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 、まあ、これはね、はい、2回目の失敗ですけど、1回目よりは全然透明感が出てる。そうですね、いいですね。いいかなこれ。よし、じゃあ3度目のなんとやらって言いますからね。はい、大体3回やったら全然、はい、軽め焼きもでこれをポンってつけて下にあのあれがつくんですよ、カリンゴが、カリンゴが。はい、なんか黄色と緑を入れましたね。はい、となると絵の具的に何色になるのかな。緑が強いですね。はい、強いですね。黄緑ですね。変わらんすね、さっきと。青になるかなと思って。あ、雨、普通の雨、結構雨だ。あ、本当だ。うわあ、これが綺麗な雨タイプができそうですね。うん、ただ、歯にめっちゃひっつく。あ、やめとけやめとけ。でも歯にひっつけとけば、ずっと舐めれる。小学生の感じ。あ、変なのが来た。変なのが来た。特徴はスニーカーですよね。なんすよね。緑好きだったんですよ。コンギョ。なんか味せんの。え、なんか味しました、チャト。違う違う違う、変な味。変な味せんすよ、変な味すごい舐めたとブーって、なんで舐めたと、うんこの味がする。うわはい、こう下に垂れる前に固まる。なるほど、やっぱ水飴ちょっと入れとったらですね、固まる。あー、なるほどなるほど。それパリパリになります最後。パリパリになります。なるんですか。そうね、さっきあの飴細工って前やったの知ってますけど、あれとかほぼほぼ水飴なんで、で最終パキッと固くなるんですか。固くなる。知らなかった。いじりやったら固くなる、はい、何が飴の話でしょ、うん、飴の話。子供さん何の話しちゃったの。飴のあ、サスケ、ちょっと待って、これ何ですか。どれどれどれ、これ砂糖砂糖これ砂糖これ砂糖よ、これ砂糖よ、これ砂糖よ、これ見えた、食べてみて、いや食べてみて、なんでガンザラザラしとると思う。それね、あのマット仕上げっていう仕上げ。サスケ硬すぎて噛めないです。じゃあ、行きます、はい、お願いします。この上からしますか。はい、トクちゃん、やる、好きでしょ。ちょっとやらせてもらっていいですか。これ、つけたままこう、そうそうですね、俺もそれ考えたんです。じゃあ、行きますか。はい、多分、こんな感じでほらー、でしょ、できた、フリーっとで、垂らして、ぐりぐりぐり、あらららら、落としちゃったけど、まあちょっとここ、あれじゃないですけど、で、最後にボコってなってるじゃないですか。あれをこうやってつければ、ここボコって多分なるんですよ。で、この最後のちょっとはみ出しちゃった部分はほんのり、おどやどや、こだまでしょでしょってなんすか。でしょってなん。はい、これが僕が作ったやつですね。徳ちゃんが作ったやつ。わー、何かんでしろな。徳ちゃん、こればっかり作る。こればっかり作るってなんすか。何作ったこれ。そんな作ったんですか、これ。じゃあいいかな、これで、ね、はい、とりあえず、じゃああとは、はい、カチンカチンになるのを待ちます。はいはい。ガッチガチ、多分これとかもコンクリートやん、これコンクリートよ。うわうわ、だって塗り、歯が欠けますよ。おお、塗りの時、あのかまど作った時のセメント塗りをことですもん。しちゃいしちゃい。食べたい。砂糖の量、えげつなかったじゃん。うわ、よく食べますね。すごい、砂糖の塊食べる。おいしいでしょ、でも。おいしい、おいしい、おいしい、おいしい。はい、じゃあ赤色をリベンジしてます。で、さっき緑失敗したやつの皮を剥いたんでこんな色になっちゃってますけど、これでやっていきます。てん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 、はい。
成功じゃないですか。はい、で上にちょっとかける。え、これが正解。はい、成功ですね、これも。で、あとは冷まして食べていきたいと思います。はい、はい、で食べる専門、アタ君お願いします。食べる専門来ました。はい、食べるの得意で、セットクちゃんが作ったやつ。ちょっと粘りが強かったかな、まだ。え、でもそういう意味じゃヒーロー大成功やな。ヒーローちょうどいい形。これは水飴めたい。じゃあ僕ヒーロー調理いきます。水飴食べていきます。中まだ固まってないんだね。体にまずそう。あ、いた。勝った。これ銀歯取れるやつや。うん、いや、うまい。おいしい。おいしい。おいしい言っちゃった。美味しいですよ、これ。いや、俺も水飴、水飴美味しい。水飴しか食べないですか。いや、もう仲間慎重に食わないと、はい、現場が取れるから。今、ね、ゆっくり食べてる。いやいや、美味しい。初めて美味しいと思った。え、いや、リンパ飴、実はあんまり美味しくないと思ったんですよ。食べてみてください。いや、これ自分が、うん、忙しくは足場が取れるから。はい、分かりました。すみません。ゆっくり。どうやって食うの、これ。これどうやって食うの。もうぶつける勢いで。もうこれ歯折れる、絶対。じゃあやめときましょう。いや、柔らかいんだ、これ。あ、本当だ。水飴状態だ。あ、でも美味しそう。上手な食べ方ですね、それ。味が、うん、美味しい。美味しい。うん、うん、美味しい。はい、ということで今回はちょっと失敗しながらも3色のリンゴ飴を作ってみました。皆さんは食べられるとき十分に歯に注意してください。はい、ありがとうございました。うまい。ちょ、その分、いや、こっちが悪い。ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら。はい、はい、はい。